どうしよう。なんて考えても答えが出るわけもなく、とうとうここまで来てしまった。ではここで転校生を紹介します。東雲さん。あ、はい。気にしてる。はい、東雲さん、自分で名前書いてくださいね。ネジすごい目立ってる。なんとかごまかさないと。東雲名乗って言います。それでですね、このネジはですね、実は道中刺さったんです。しまった、ドンピカれた。つまり本当は嘘です。しまった、何言い直してるんだ。どうしよう。